本当にあった怖い話。これは僕が高校時代に父から聞いた話です。僕の父はタクシー運転手をしています。タクシー運転手をしているといろんなお客さんが乗ってくるそうです。可愛い子供たち、綺麗なお姉さん、そして今でも僕に自慢をしてくるんです。俺を鷹の花乗せたことあるんだよね。すごいですね。まあ、そんな話はどうでもいいんですけど、ある日父が酔っ払いの中年男性を乗せたんだそうです。その中年男性はとても口調が楽。おい、早く行けばやる。おめえ何ちんたらしてんだよ。とても威圧的な態度をとっていたそうです。僕の父は、実は、めっちゃ顔が怖いんです。そんな父でも、勤務中は、こんにちは。少々お待ちください。ただいま、発車いたします。こんな風に、笑顔でお客様に対応していました。しかし、そんなお客様には、腹渡が煮えくり返り、ついに、切れてしまうんです。繁華街を過ぎて、誰もいない暗い山道に入った途端、さっきまで穏やかだった父が、おい、おめえ誰に口聞いてんだこの野郎ら、降りろ。こんな風にお客様を降ろしたんだそうです。その後、おい、おめえ闇に連れて行くぞこの野郎ら。闇？そうすると、そのお客様は、すいませんでした。丁寧に謝ってくれたそうです。その後氏は再びお客様を乗せ、どちらまで？はい、少々お待ちください。では発車いたします。また営業スマイルに戻り、お客様を怪我なく自宅まで送り届けたそうです。そんな父ですが、先日俺をガラケーからスマホにしたんだよと連絡がありました。そして次の日朝の5時半に LINE が鳴ったんです。スマホ難しいな。5時半に俺に LINE をしてくるんじゃねえ。寝てんだよ。そんな父は今でも現役でタクシー運転手を頑張っています。皆さん、タクシーに乗る際は言葉遣いに気をつけた方がいいですよ。